はい、今日は、ヘッドスリップ、ボクシングのパンチを避ける一つの方法、防御方法ですね、それを公開します。まずこういうふうに構えますね。ヘッドスリップというのは頭をこういうふうに相手のまっすぐ、例えばジャブとかこういうストレートですね、右ストレートとかそういったまっすぐのパンチに対して頭をこういうふうにずらして避けるんです。こういうふうに、で、左、こっち側、左側を避けるときにはこういうふうに構えておいて、左足へ体重をそのまま乗せる、で、この時にしっかりガードは下がらない、しっかりと乗せる。で、右に避けるときには、こっち側避けるときには右足へ体重を乗せる、で、ガードもしっかりそのまま、左へ避けるときには左足へ体重を乗せる。で、右足、右側に避けるときは右足へ体重を乗せる。左足、右足で体重を移動させながら避けること。で、慣れてきたらちょっとスピードを上げて、こういうふうに上げて、こういうふうにして避けていく。まずちょっと練習しながら、何回もちょっと体重の移動をゆっくり、左足、右足とこういうふうに練習してみて、数をこなせば上手くなっていきます。頑張って練習していきましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。